エンシームは、神経細胞、クリア細胞、骨格筋細胞、ナチュラルキラー細胞の細胞表面にある、細胞細胞接着を担う、細胞接着分子、糖タンパク質である。神経軸索身長、シナプス過疎性、学習、記憶に機能している。CD56-0-19-NKH1 と同一分子で、免疫グロブリンスーパーファミリーの一員である。 1908年、米国ノースカロライナ大学のウィルソンは、色の異なる2種類の海面を一つ一つの細胞までバラバラにしてから混ぜると、同じ色同士の細胞が周回を作ることを発見した。この現象を細胞選別と呼ぶ。1955年、米国ロチェスター大学のドイツ系アメリカ人、ホルト・フレーターの有名な実験では、 黒い森の予定表皮と白い森の神経板を一つ一つの細胞までバラバラにしてから混ぜると両者は混ざり合って細胞周回を作るが細胞周回の中で一つ一つの細胞は移動しやがて予定表皮細胞は予定表皮細胞同士神経板細胞は神経板細胞同士が集まるつまり細胞選別の結果同じ細胞同士を選んで 細胞接着する。発生生物学の材料として、ウニやイモリンは多用されていたが、1950年代、ニワトリ、マウス、人などの動物細胞を用いた細胞培養法が確立されていった。米国、シカゴ大学のイスラエル系米国人、モスコーナがトリプシンなどのタンパク質分解酵素による細胞管理法を開発し、細胞培養法を確立した。 経済培養が可能な哺乳類細胞系、細胞株、細胞クローンが次々と樹立された。1950年代後半、モスコーナは高等動物の培養細胞を用いて細胞を浮遊状態で旋回培養すると元の組織に近い細胞の周回を作ることを発見した。例えば肝臓からの細胞浮遊液と 腎臓からの細胞浮遊液を混合して、1000回培養すると、一度、均一な細胞周回を作るが、徐々に、肝臓の細胞は、肝臓の細胞同士、腎臓の細胞は、腎臓の細胞同士と、同種の細胞同士の周回を作る。これを細胞選別と呼ぶと前述した。一方、同じ種類の細胞だが、異なる、動物種だと、均一の細胞周回を作る。 例えば、鶏の軟骨形成細胞とマウスの軟骨形成細胞の細胞浮遊液を混合して、旋回培養すると、均一な細胞周回を作り、時間が経過しても、鶏由来細胞とマウス由来細胞に分離することがない。動物組織からバラバラにした細胞を旋回培養すると、接着する。最初に発見された細胞細胞接着を担う、 細胞接着分子がここで扱うエンシームである。数年遅れてカドヘリンも発見された。1970年代後半、米国ロックフェラー大学の GM エデルマンの研究室が培養細胞系で鶏の神経網膜の細胞接着を担う分子を探索し、一連の研究を通して基本的な事項をすべて解明した。1976年、 鶏の神経網膜細胞を培養し、タンパク質の限定分解で、細胞表面のタンパク質断片を得た。そのポリクローナル抗体が、細胞細胞接着を阻害したので、抗原を細胞接着分子と推定し、CAM と命名した。1977年、鶏の神経網膜の細胞接着を阻害するポリクローナル抗体の抗原として、 CAM を生成した。140K だのタンパク質だった。1980年、鶏の肝細胞の細胞接着を阻害するポリクローナル抗体の抗原として、蒸気の CAM とは別の 68K だ、タンパク質を発見した。二つ目の CAM の発見だが、別の分子だから、肝臓由来にちなみ LCAM と命名した。 上記の CAM は神経由来のため NCAM と解明した。2シームのドメイン構造1984年 GM エデルマン研究室はエンシームの CDNA クローン分離に成功した。しかし、この時延期配列を発表できていない。1987年になって GM エデルマン研究室は CDNA 延期配列を発表した。 現在、エンシームは、免疫グロブリンスーパーファミリーの一員であることが、分かっている。27種の選択的スプライシングされた、MRNA があり、多様なアイソフォームがある、糖タンパク質である。以下は、図、エンシームのドメイン構造と対応されたい。基本的なドメイン構造は、以下の通りである。図、エンシームのドメイン構造に、陽性、エンシームと脳に存在する。 代表的な3つのアイソフォームを示すが、ポイントは、細胞質度メインが異なる点である。エンシーム -180 ケイダエンシーム -140 ケイダエンシーム -120 ケイダ陽性エンシーム3番目のアイソフォームエンシーム -120 ケイダのグパイは、グリコシルホス8次類のシトールの略で、エンシーム -120 ケイダは、この部分の共有結合で、 細胞膜に結合している。4番目のアイソフォーム、陽性、エンシームは、細胞膜結合ドメインが欠けており、細胞膜上になく、細胞から分泌される陽性エンシームである。MSD ドメイン、2つあるフィブロネクチン、3型モジュールの間に、1987年、37アミノ酸からなる、筋肉細胞に特異的に発現するエキソンが見つかり、 MSD ドメインと命名された。脳や神経には発現されない筋肉型のアイソフォームで分子量が少し大きいエン NCM-125、NCM-145、NCM-185 をもたらす。MSD ドメインは、O、結合型グリコシルカサイトがあり、筋芽細胞の細胞融合を促進する。ベースエキソン。 IG ドメインの4番目のイギブモジュールに1990年選択的スプライシングを受ける細胞外の30円基体のエキソンが発見されベースエキソンと命名された細胞選別ではベースエキソンがある分子を発現する細胞同士あるいはベースエキソンがない分子を発現する細胞同士が同様野性の接着をする IG ドメインの5番目のイグフモジュールに 翻訳ご就職として、ポリシアル酸がある。ポリシアル酸が孵化すると、同野性の細胞接着能は低下し、細胞移動や癌細胞の浸順が抑制される。ポリシアル酸は、記憶や学習に重要で、酵素、エンドニューラニミダーゼもダメにする。エンシーム遺伝子を人為的に欠損させたマウスを、作ると、知死ではなく、生態まで成長し、生殖能を持っていた。 ただし、脳重量が10%少なく、救急の大きさが2、3で、空間学習脳、記憶、運動に欠陥があった。分子レベルの仕組みを探ると、脳や神経筋接合部のシナプスの神経伝達物質の放出と回収が遅くなっていた。細胞細胞を担う細胞接着分子の別のグループにカドヘリンがあるが、カドヘリンの細胞接着は CA に依存する。 一方、ここで扱うエンシームを代表とする免疫グロブリンスーパーファミリーは CA に依存しない。CA があってもなくても接着する。エンシームは同様野性の細胞接着分子である。相手の細胞の細胞表面の同じエンシームと結合する。あるいは一つの細胞の同じエンシーム同士とも結合する。トランス結合では IG、e、ドメインの意義と意義が 逆平行で結合する。シス結合では、意義と意義、意義と意義が結合する。シス結合が起こることで一つの細胞の細胞表面にエンシームの集団が形成される。ありがとうございます。